山本周五郎作。羅雪。薄気味が悪いな。鬼松が眉をひそめながらそう言った。お前さんさっきから俺の面ばかり見ているが、どうしてそうじろじろ見るんだ。見ちゃ悪いのかいそういうわけじゃないが。 お前さんの目が気味が悪くていけねえから。ふふん。相手は顔をしかめながらせせら笑いをした。奇妙な男だった。この大虹で、鬼松といえば、熊げの生えた簡易な顔つきとともに、知らぬもののないごろつき孫である。 ゆすりやおしがりは言うまでもなく、酔えば鬼のように暴れまわって手がつけられない。本当の名は松蔵というのだが、この街道筋では鬼の松蔵。一口に鬼松と呼んで、彼の姿が見えるとみんな道を避けて通るほどだった。ところがその若者は、 道でお松に会うと、いきなり、親方、すまないが、いっぱい付き合ってもらえまいか、そう言って誘いかけた。かつてないことなので、さすがのお松も少しばかり戸惑いしたが、別に断ることもないので、一緒にこの支度茶屋へ入った。それから一時あまりも、 こうして飲み合っているのだが、どういうわけか気持ちが落ち着かなかった。相手の男は二十七八であろう。色の浅黒い痩せた体つきの町人風だが、どこかに神経のピリピリした尖りが見える。ことに落ちくぼんだ両目は、 ねばりつくような光を帯びていて。それがさっきから絶えず鬼松の顔を鋭く見つめ続けるのだった。つまらねえ面だ。やがてその若者が吐き出すように言った。どこからどこまでゲスにできてやがる。まったく鳥りのねえだずらだ。そいつは俺のことか。 鬼松が聞きとがめた。そうだ、お前の面だ。若者はぐいっと身を乗り出すようにした。この大みで、お前は鬼の松蔵とか言われているそうだが、評判ほどにもないまぬけな面じゃないか。その上、他人の振る舞い酒によって、筋のほぐれたところは、 まるで塩吹き麺の水ぶくれというざまだ。これからは塩吹き松と呼ぶがいいぜ。鬼松は肝を抜かれた。一体何のために酒をおごってくれたのか。何のためにじろじろ顔ばかり見るのか。何のためにそんな悪態をつくのか、まるで見当がつかない。けれども、 塩吹き麺の水ぶくれと言われては、もう黙っているわけにはいかなかった。おい、貴様、それを正気で言ってるのか念を押すには及ばねえ。なんだともう一度言ってみろ。鬼松の顔はカッと赤くなった。うぬの面の棚おろしをされて、念を押すには及ばねえというのだ。 ぬかしたな。ガラガラと皿小鉢を跳ね飛ばしながら、お松が若者へくみついた。居合わせた他の客たちはそう立ちになる。店の主がびっくりして、のれん口から、松蔵さん、そりゃあいけない、と飛び出してきた。しかし、それより早く、あれ、危ない、待ってください、と叫びながら、 まだ若い町娘が一人外から走り込んできて、今若者を殴ろうと振り上げた鬼松の腕へ必死としがみついた。ええー、話し上がれ。どうぞ待ってください。お詫びはどのようにでもいたしますから、どうぞ待って。あじさいの花が咲いたようなみずみずと美しい娘だ 客たちも目を見張ったが、亭主はあっと叫んで駆け寄った。これ松蔵さん、乱暴しちゃいけない。清津の糸さんだ。大江遺跡の糸さんだぞ。えと、松蔵はびっくりして手を引いた。清津の大江遺跡といえば、今天下に行く人と指におられる 表作り師であるが、それだけではなく、度量の広い義教心の強い人で、随分人の世話をよくするし、また、おるいという美しい娘があるので、この大みじの人々には有名だった。いかにお荷物があぶれ者でも、おるいと聞いては乱暴はできない。 ひょいと手を離して脇へ飛びのいた。さあ、うさぶろさん早く。と、娘はこの隙に素早く若者を助け起こし、懐から小銭袋を取り出して、これで後のことを頼みます。と、茶店の主に渡し、若者の体を抱えるように店の外へと出てい。た。 小坂の馬屋を出外れて、道から少し入った竹やぶの中に、一棟のあばら屋が立っている。わらぶきの屋根は朽ち、軒は傾き、壁は崩れて穴が開いている。竹やぶも荒れているし、今割はぼうぼうと草が生い茂って、到底人が住むとは思えない景色だ。 この、高齢たる家が、若い、表作り師、うさ郎の住まいであった。お酒なんか、あがったことのないあなたが、どうしてこんなに召し上がったのです。苦しゅうございましょういや。少し、横におなりなさいまし、今、お部屋を持って参りますから。 大丈夫です。どうか、かまわないでください。すっかり悪酔いをしたらしい。顔は血の気を失って青白くなり、溺れるもののように激しくあえいでいた。おるいは木くずの散らばっている床板の上へ、破れた敷き畳を下ろして、うさぶろうを寝かし、 クリアからかなわんへ水を汲んで持ってきた。さあ召し上がれ。よろしかったらまた変えてまいりますから。すみません。半ば置き換って、一息に水をあおったうさぶろは、苦しそうに充血した目を振り向けながら言った。どうしてまたあなたは、あんなところへおいでになったんです お仕事の様子がどんなかと思いまして。うさぶろうはきゅっと眉をしかめた。下見の日限がもう三日先に近づいていますから。ああ、知っています。彼は苦しげに首を振り、目をそらした。宗近さんもと助さんももうお仕上げになったそうです。 うさぶろうさん、あなたも日元までにはお間に合いになりましてそう思ってはいるんですが、あそこにあるのがそうでございますかおるいはそう言って、部屋の向こうの仕事場にほとんど掘り上がっている三面の表へ振り返った。だが、うさぶは自らあざけるように首を振っ ダメです。あんなものは、お笑い草です。それではまだ、なかなかなのでございますね。おるいさん、いや、いとさん。うさぶろうは、思い切ったように目をあげた。うさぶろうは、今度はダメかもしれません。もし、間に合わないようだったら、どうか、私のことは、 諦めてください。そんなことを、ルインが承知すると思いになって。しかし、日限までに仕上がらなかった場合には、いいえ、嫌です。娘はきっとこちらを見た。あなたは、今度こそ、これまで人のしない、生き表というものを打つとおっしゃいました。必ず、 二人に勝ってみせるとおっしゃったからこそ、私は、トト様の言うことを承知したんです。それを、今になってそんな、そんなことは、私、伺いたくございません。正直に申しますが、糸さん。うさぶろうは突き詰めた様子でこう言った。私は初めて、 本当の自分の値打ちがわかりました。大見遺跡の門中、我が右に出るものなしと、他人を見下し、己に満じていた。今日までの自分を思うと、恥ずかしくて死にたくなります。あなたにも、今度は百世に残る生き表を打ってみせるなどと、言いはしましたが、 いざ、仕事にかかってみると、手も足も出ません。人の身も満足な掘りができないのです。宇佐ぶろは、大見遺跡と呼ばれる表作りし、上佐さ助近けの門下で、高井の宗近、大沼のと助とともに、遺跡家の三州と称せられ、中でも、 一番死の信近に望みをかけられている男だった。すでに老年のカズサノスは、数年前から後目を決めて引退しようと考え、娘の婿に三人のうち誰を選ぶか当枠していた。そこへ良い機会が来た。それは、 今日の三味自重、藤原の忠君から遺跡家羅折の仮面の注文があった。その年、天正十年の七月七日、忠君の大見い草下藩にある荘園において、七夕への催しがある。その折り用いる猿楽の仮面で、 ただきみ自らつけてまうためのものだという。しかのぶはこれこそ何よりの好奇だと思い、三人を呼んで彼らのうち最も優れたものを遺跡家の後目に直し、また娘のうるいを目合わせるという条件で、羅折の表の比べ打ちを命じた。 三人はもちろん承知した。宇佐ぶろは特に清いたった。これまでの仮面は大抵伝習にとらわれていて、先人の残した形式から抜けきれず、ようやく平板と無感覚に出しつつある。彼はそれを打破するために、生き表という一つの作法を思いついた。 それは在来の面型から離れ、どんな仮面にもそれぞれの性格と内容をつかみ、たとえ架空のものでも現実にいけるがごとく表現しようというのである。無論それには塗り方にも工夫を要するので、この数年はほとんどそのために成功を傾けてきたのであった。 それゆえ、比べうちと聞いたときは、これこそ、生き表の何たるかを示して、一斉を驚かす絶好の折りだと思い、大きな自信と勇気を持って立ったのだ。彼は、必ず勝つと信じたし、勝たなければならなかった。なぜならば、彼とおるいとは、二年ほど前から、 密かに行く末を誓っていた。どんなことがあっても変わるな、変わるまいと固く誓いを交わしていたのだ。そのことから言っても、ぜひ三策の第一に抜かれなければならなかったのである。いつか話したように、生き表として、 初めて世に問う策です。どうかして、羅刹の新しい行走をつかもうと、今日まで随分苦心してみたのですが、いかに苦しみもがいても、これはと思うものが見えてこない。どうしても。日元がこの通り迫っているのに、まだ相像さえつかめないのでは、 もう投げるより他はないと思います。うさぶろ様。おるいは身をすり寄せた。あなたは今、他人を見下し、己に満じていたとおっしゃいました。それを思うと、恥じて死にたくなるとおっしゃいましたのね。私は馬鹿者です。口ばかり後者で。 才能も何もない野良者です。そうだと思います。もしこのまま飲みを捨てておしまいになるようなら、あなたのおっしゃる通りだと思います。けれど、宇佐ぶろ様、あなたには今こそ本当のお仕事のできる時が来たのです。慢心していた。才能も何もないという、 裸になった謙虚なお気持ちこそ、立派なお仕事をなさる親しではないでしょうか。ルイはそうお信じいたします。うさぶろう様、私の目を見てくださいまし。娘は姿勢を正してこう言った。三日のうちには下見があります。そしてルイは、 一番優れた策を打った方の妻です。そして、それはあなたを置いて他にはございません。宇さぶろの方にふと赤みがさした。るいは三日の間お待ちいたします。そして、もし日限までにあなたが 気をつえお見えにならなかったときは、そのときは、わたくし、自害をいたします。自害をする。類は、あなたのほかに、夫はございませんから。娘の目には、すみ通るような色がたたえられていた。そしてそれだけ言い残して、お類いは帰り去った。 うさぶろうは疲れたような目をして、じっと空の一点を見つめていた。おるいの去ったのも知らなかった。頭の中には光を放つ雲がむらむらと渦を巻き、体中の血が湯のように沸き立った。手に、足に、腹に、いつか力の湧き上がるのが感じられる。 そうだ。やがて彼は会いぐようにこう呟いた。俺は、えまれた男のはずだ。生き表という新しい仕事。これまで誰も試みたことのない仕事が、そうたやすくできるわけはない。苦しむんだ。もっと根本的に苦しんで、必ず、 第一作を打ってみせるんだ。必ずだ。力がよみがえってきた。一度、絶望のどん底まで落ち込んだだけに、盛り返してきた情熱は充実したものだった。彼は仕事場に座ると、新しい記事を取り出して、脇目も振らず仕事にかかった。 うさぶろうのやり方は、二面の生地を交互に彫る。経の続く間は、一つの面を彫り進め、あるところまで行って、滑らかに経が動かなくなると、別の面にのみを移すのである。しかしこれは、二個の違ったものを彫るのではなく、羅刹という一つの中象を、二様の角度から、 現実的に追求する手法なのだ。人のみ、人掘り、骨を削り、肉を刻む苦心だった。ある時は絶望のうめきをあげ、ある時は寒気の叫びをあげながら、ほとんど日中やあまりは食事もとらず、夜も眠らず、のみと小槌に、 命の限りを打ち込んで仕事を続けた。仕上げのさすがを終わったのは、すでに日限の当日も昼近い頃のことであった。下見だから着彩はしなくともよい。できた。と道具を置いた時には、二十と時ぶっ通しの疲れが一時に出て、 そのままそこへ倒れてしまいたい気持ちだった。けれども、おるいが待っていること、黒源に遅れると取り返しのつかぬことになるかもしれない、ということを思い、もうかなり末の来た泡飯で上をしのぐと、掘り上げた仮面を箱に収め、ふらつく足を踏みしめながら、ちを出ていった。 四月下旬の強い光が、乾いた道の上にギラギラと照り返して、精魂の衰えたウサブロウの目を針のように刺した。しばらくも床のうちに、体中ぐっしょりと油汗が流れ、ともすると激しいめまいに襲われて、何度も休まなければならなかった。 気をつまで半道、浜田号へかかると間もなくだった。まあ、うさぶろう様。という声に気づいてみると、向こうからおるいが小走りにかけてきた。お出来になりまして、間に合いましたのね。目をつぶって仕上げました。これで命を拾いました。ようこそ、うさぶろう様。 おるいは美しい額に匂うばかり汗の玉を浮かせたまま、うわずったような目でうさぶろうをじっと見た。とてもうちに落ち着いていられませんでしたから、お迎えに上がろうと思って、抜けてまいりました。わたくし、お持ちいたしましょう。いや、大丈夫。自分で持ちます。 それでもと、おるいが箱へ手を差し出した時である。道の東から十七八期の武者たちが、凄まじい勢いで馬を飼ってきた。大将と見える先頭の一人は、藍ずりの仮犬に、氷の皮のむかばきをつけ、連戦足毛の一物をあおりあおり、 砂人をあげながら湿風のように殺到してきた。日ざかりのことで人通りは少なかったが、子供たちが四五人、その道の上で遊んでいた。ああ、危ない、馬が、と思わずサブロウが叫んだ。それを聞いて大きい子供たちは素早く逃げたが、三歳ばかりの幼児が一人、 逃げ遅れた。すると、町並みの軒下から、母親であろう、まだ若い一人の女が、あれ、坊やと絶叫しながら、裸足のまま飛び出してきた。そこへ、血を踏み鳴らして、馬が襲いかかった。こう思う捨て身の母は、夢中で幼児の上へ追いかかった。 それに驚いたのだろう、馬は激しく首を振り上げながら、パッと跳ね上がった。すると、馬上の武将は、片手で手綱を絞りながら、ブレモノと叫びざま腰の太刀を抜いて、さっと人たちその女を切った。ああという恐怖の叫びが、見ていた人々の口をついて出た。 無残な、なんということを。そういう間に女は、肩のあたりを血に染めながら、それでも子供を抱えたまま、しごわし走り、何かにつまずきでもしたように、どっと倒れた。すぐ目の先の出来事であった。呆然として、うさぶろうは、馬上の武将を振り仰いでいたが、不意に、 大きく目を見開きながら、ああ、あれだ、と、うめき声を上げた。羅刹、羅刹、あれこそ、俺の求めていた、羅刹の行走だ。女を切った瞬間、その武将の顔に、類のない残忍告白な僧帽が現れた。しかし、 宇さぶろが瞳を止めて見極めようとしたときには、すでに相手は共存する馬を飼って、友の牙たちと共に風のごとく駆け去っていた。あの顔だ。あの顔だ。宇さぶろは必死と目を閉じて、今見た行走を空に描こうとした。けれども、恐怖の一瞬に見た。 淡い印象は霧のようにバクとして、もはや彼の目にはよみがえっては来なかった。ああ、あれほどの僧帽を見ながら、身もだえをしたいような気持ちでそうつぶやいた。そこへ再びひずめの音がして、前髪立ちの美少年が一気だけ戻ってきた。 倒れている女を解放していた人々は、それまた来たぞと、悪の叫びを上げながら左右へ散ったが、少年は大きく右手を上げ、騒ぐには及ばぬ、みんな静まれ、と静止していった。右大臣家には中国性伐のことでご機嫌を存じておられる。 まことに気の毒なことをした。その女の身寄りのものでもあれば、あずちの城へ森乱丸と言って訪ねて参れ、償いの代を取らせるであろう。みんな黙っていた。黙ったまま敵意のこもった目でじっと見上げていた。少年は重ねて、必ず城へ参るがよい。 決して足湯は計らわぬぞ。まことに気の毒であった。そう言い、馬を巡らせて駆け去った。里人たちは、佐人の跡を見送りながら。それでは、今のはう大臣様か。なるほど、あずちの殿のやりそうなことだ。口々にそうささやきかわした。おるいは、 ようやく恐怖から覚めたように。まあ、怖いこと。うさぶろう様、早く参りましょう。と声を震わせていった。いや、おるいさん、行きますいうさぶろうは娘の方へきっと振り返った。私はここから帰ります。思いがけない言葉に、るいは目を見張った。 打ち明けて申しましょう。お聞きください。彼はおるいを脇の方へ誘って、何か突き上げるような調子でこう言った。私がこれまで苦心してきたのは、これぞ羅刹という行奏を掴むことができなかったからです。どんなに層を練っても突き止められなかったので、私は生きている人間から それを見つけ出そうとさえしました。覚えていますかあの支度茶屋で、鬼松に喧嘩を仕掛けたことを。実は、あれもそのためでした。鬼松を怒らせたら、ことによると、求める行僧が見られはしまいか。そう思って、わざと喧嘩を仕掛けたのです。まあ、 おるいは大きくため息をついた。ところで今、女を切った宇大臣信長公の表に、私はまざまざと見たのです。私の求めていた羅刹の僧帽を、うさぶろうは苦しげに手を振った。それは瞬く間のことで、目にも留める暇がなかった。 けれども、暴悪会と言われる悪鬼。主情を外泊して無縁族と言われる羅刹の行走が、確かにありありと見えたのです。それで、どうなさろうとおっしゃいますのおるいさん、うさぶろうを、安土へ行かせてください。一面、ここへ打っては来ましたが、 あれだけの行奏を見た上は、こんな表を出すことはできません。安土へ行ってどうなさいます右大臣家を付け狙います。もう一度あの行奏を見るまでは、どんな苦心をしてもつけ狙います。おるいさん、あなたも大見伊関家のお人なら、うさぶろうのこの気持ちはわかってくださるはずです。 おるいは深く額を伏せた。私にはもう遺跡家を継ごうなどという欲はありません。命を落としても羅刹の生き表が打ってみたいのです。行かせてください。おいでなさいまし。おるいは落ち着いた声でそう答えた。父には、 おうちになったその表をいただいて行って、るいからよくお話申します。ああ、行かせてくれますか。うさぶろうは目を輝かしながら、感動に耐えぬもののように空を振りあおいだ。三味自重計を収めるのは七夕への前です。それまでにはまだ間があります。 清津の方は、るいがお引き受けいたしますから、どうぞ、心置きなくいらしてください。ありがとう。このお礼はきっとしますよ。それからこれを。おるいは懐から銭袋を取り出した。実は、今日、もしあなたがまだお出きにならなかったら、 ご一緒に他国をするつもりで用意してきたものです。たくさんはありませんけれど、どうぞお使いになってくださいまし。何も言いません。この場合ですから、遠慮なしにいただきます。うさぶろうの目には沸騰、涙が浮かんだ。では、心急ぎますからこれで。どうぞ。 お体に気をつけて。待っていてください。きっと、きっと目指すものを掴んできてみせます。こう言ってうさぶろうはキビを返した。うちに帰って旅支度をすると、いっときの猶予もなく小坂を出立した。しかし、彼が安土へ着いて落ち着く間もなく、 信長は中国政党の軍を得するため、安土城を出て幕営を京へ移した。もちろんためらうことはない。宇佐ぶろもすぐに後を追って出立していった。京へ入った信長は三条堀川の本能寺に館し、宇佐ぶろは五条高辻にある 梅屋五平という旗子へわらじを脱いだ。そして清津のおるいのもとへあらましを書いて頼りを出した。安土にいる時には足軽になってでも近づくつもりであったが、京へ移ってはもうそれもできない。来る日も来る日も北野へ、清水へと見物に出るふりをして、 本能寺の周囲を離れず見回っていたが、信長は耐えて館を出ないので、その姿を見ることさえできなかった。こうして5月20日が過ぎた。すでに真夏となった太陽は、日照り続きの京の町を、じりじりと焼くように照りつけ、乾ききった道から、 土ぼこりをあげるほどの風もない日が続いた。うさぶろうは毎日その日にさらされて歩き回ったが、やがて過労と初期に負けたのであろう。あるよ突然高熱を出して、はたごのひとまに倒れてしまった。非常な高熱ととしゃで、四五日は全く夢中だった。 その間に、夢とも、うつつともなく。国元へ知らせなければなるまい。ところがよくわかっていない。いや、いつか国の方へ頼りを出した様子だから、あの、飛脚宿へ聞けばわかるだろう。そんなことを言う人の話し声を聞いた。俺は、大病にかかっているんだ。 もしかすると、ここで死ぬのかもしれない。うさぶろうはうとうとしながら、そんなことを考えたりした。命にかけても、という、激しい執着が、命を救ったのかもしれない。一度は、宿の者たちも絶望した病状が、峠を越すと、やがてめきめき回復し始めた。 もともと過労と初期に負けたのが原因なので、よくなり出すと治りも早く、食事も進むようになって、日増しに元気を取り戻した。こうしている間に6月に入った。天正十年6月1日の夜半を過ぎた頃であった。何やら、 ただならぬものの気配に、ふと目を覚ましたうさぶろうは、家の中の様子があまり険しいので、起き上がって部屋から出てみた。あがりか町のところに、宿の主人や泊まり客たちが集まって、ざわざわと不安そうに何か話していた。どうしたのですかと彼が声をかけたとき、 ちょうど、表からこの家の下男が、あたふたと駆け込んできた。確かに幼稚でございます。本能寺を取り囲んでいるらしく。まだ、白川の方から軍勢が、どしどし押し寄せて参ります。やっぱりそうか。どうもただ事とではないと思った。だが、また何としたことだろう。今、右大臣様に敵対するような大将は、 いないはずだが、さきの九宝様のごム本ではないか。表の方では、みんな A さんの荒方子が千年の仕返しに攻め寄せたのじゃ、と申し合っております。ああ、あんなに時の声が聞こえる。本能寺へ用地。うさぶろうは愕然とし、その下男の肩をわしづかみにした。 それは間違いのないことか。余地というのは確かなことか。間違いはございません。どなたの軍勢かわかりませんが、確かに本能寺へ取り詰めております。あの物音をお聞きなさいまし。しまった。うめき声を上げて、そのまま外へ駆け出そうとした。その途端に、門口から走り込んできた娘があった。 あやうく突き当たろうとして、ああ、うさぶろう様と呼びかけられ、びっくりしてみると、清津にいるはずのおるいだった。お伊藤さんどうしてこんなところへあなたがご病気だということを宿から知らせてきましたので、すぐ清津を立って、今日の夕方、ようやく三条の砂丘へ着いたばかりでした。 明日はお尋ねしようと思っているところへ、思いがけない本能寺の夜打ちで、友の者とは離れ離れにやっとここまで逃げてきたのです。それは大変な苦労をかけました。とにかくここも危ないようですから、あなたはすぐこの宿の者とどこかへ立ち退いてください。立ち退けとおっしゃって、あなたはどうなさいますの、ね 言うまでもない。これから本能寺へ行くのです。あの行走を見ないうち、信長公にもしものことがあれば、私は死んでも死にきれません。ああ、いけません。危ない、うさぶろうさん。話してください。戦の中へ、あなたは殺されます。狂気のようにすがりつくおるいの手を振りもぎるようにして、 うさぶろうは一暇に外へ飛び出していった。四条の辻は、はせ違う武者たちでもみ返していた。闇をぼかして、乾いた道から、小園のように土埃が舞い上がっていた。白川の方から馬を飼ってきた一体が、東の島院を、 傍門の方へ登りながら、二条城へ、二条城へ、と時を作った。そこでも、ここでも、鎧や立ちや、物の具がカッカとなり、旗差し物が、はたはたと翻った勝武者の一体が、大辻を北上しようとしていると、鬼殿の方からシックしてきた伝令器が、手旗を振り振り、 四番手、南へ、と、わめきわめきすれ違った。すると、勝ち武者たちは、わっと観光しながら、もうもうたる土ぼこりと共に、西の院の方へ押してゆく。こうして、辻という辻が、群馬のどよめきで埋まっていた。うさぶろうは、その混乱の中を、懸命に駆け抜けていた。 一度三条の通りまで出たが、そこは寄せての人数で身動きもならなかった。すぐに引き返して、六角堂の下の工事を西の東院へ抜け、はせ違う武者たちの間に紛れて、ようやく本能寺の堀へとたどり着いた。その時、堀川口が破れたという上ずった教官が上がり、 なだれを打って西へ回る軍勢の中へ、うさぶろうはどうしようもなくもみ込まれてしまった。無残や堀川口はすでに踏み破られ、今しも先人の武者たちがどっと攻め込むところだった。うさぶろうは突き飛ばされてのめった。起き上がる頭上に剣が槍がすさまじく打ち合った。 追事の犬走りに沿って走ると、一柄に腹巻きした者や、寝巻きだけの殿のの侍たちが、至るところに切り倒されて埋めいていた。彼は血だまりに足を踏み滑らせたり、死体につまずいたりして何度も転倒した。客殿の庭でも、すでに守護兵と寄せての者とが切り結んでいた。 右大臣は、信長公はどこにいるか。気も狂うばかりに、ただそのことだけを思いながら、宇佐ぶは法上の脇から、高廊下の下を、客殿の方へと回っていった。病気だけは治ったが、体力はまだすっかり回復してはいない。ともすれば、息苦しくなり、足もよろめいた。しかし、 執念とも言うべき一心が彼を支え、身の危険を考える糸間もなく、前へ、前へと彼を借り立てた。すると、神殿の横手へ出た時である。彼は突然、あっと声を上げて立ち止まった。神殿の正面、高廊下の降乱に、片足をかけて、やつぎばやに、 弓を射ている武将があった。周りには長巻きを持った次女たちが守護するように居並んでいる。まさしく、右大臣信長に違いない。ああ、と、宇佐ぶろは身を震わせながら、高廊下の下へ走り寄った。信長は涼しの白の傾らに、紫すその差し抜きを履き、 フンの歯を食いしばりながら、鶴る音を絶やさず、寄せての上へ矢を追いかけていた。宇サブロは全神経を目に集めて、食い入るようにその表を仰ぎ見た。けれども、これほど異常な場合にもかかわらず、かつて浜田の馬屋で見た行走は現れていなかった。ダメか。 うさぶろうは拳で空を撃った。あれは白昼に見た幻だったのか。いや、いな、そんなはずはない。たとえ万人は誤り見るとも、うさぶろうの目に狂いはない。きっと出る。あの行走は必ず現れるに相違ない。わなわなと身を震わせながら、 またたきもせずに見上げていると、やがて、信長の持った譲るがふつっと切れた。それと見て、次女の一人が捧げ持っていた十文字槍を差し出した。その時、法上の方から血刀を持った古将たちが二三人、髪を振り乱しながら走ってきて、おみ、親方へ火がかかりました、とわめいた。 信長は、がく然としたようだ。何、火がかかった。と、向き直るところへ、水牛の角の前立て打った兜に、黒い塔どしの鎧を着た一人の武者が、降乱に手をかけて跳ね上がるのが見えた。ああ、敵がと、見つけた故障の一人が、駆け寄りざま切りつけたが、歯は、 鎧を打ってガッとなっただけであった。その時相手は素早く降乱をまたぎ、大きくわめきながらしただかに故障のひばらをなぎ払った。これを見た信長が手にした槍を取り直すと、それより早く、そやつ乱丸が受けたまわる、お上には奥へと叫びながら、もう一人の故障がはせつけた。 いつか浜田の馬屋で見かけたあの美少年である。大槍を取ってまっしぐらに踏み込むといきなりその武者の高ももへ一槍つけた。武者はうめいて太刀を振って槍を切ろうとした。古将は巧みに槍をたぐり石づきを返して相手の首輪を突き上げた。 武者は、だっと降乱へよろめきかかったが、何やら鋭く叫ぶと一緒に、後ろ様に高廊下から庭へ転げ落ちた。この間に、宇佐ぶろはほとんど夢中で、降乱をよじ登っていた。そして、向こうにもこっちにも、わらわらと踏み込んできた寄席の兵が、う大臣殿に見参。 にいこうにけんざんつかまつるとわめきかわす声を聞きながら、信長の後を追ってまっすぐに奥殿へと進んでいった。奥殿はむせるような煙の渦だった。一人の鎧武者が槍を持ってふすまをけはなしながら、 わた殿の方へ走り去った。うさぶろうは、信長の姿を追って、さらに奥へ入ると、控えの間と見えるところに、四五人の次女たちが、今自害したばかりであろう、まだうめき声を漏らしながら、暮れないに染まって倒れていた。そこへ、二人の鎧武者が、 殿の井の若侍たちと切り結びながら押し入ってきた。しばしの間防げ。腹をするぞ。という信長の叫びが聞こえた。それに応じて、あちらにもこちらにも、お上のご障害だぞ。いずれも義死にだ。一歩も引くな。御先導をつかまつれ。そういう絶叫が起こり、 若侍たちは必死の刀を振るって、寄せての武者を次の前追い詰めた。新庄のふすまには、もうメラメラと火が張っていた。眉を焦がすような熱気と、息苦しいほど密な煙の中に、信長は上段へどっかと座して、乱丸、乱丸はおらぬか。 と叫んだ。返事はなくて、敵味方の凄まじいおたけびと、内物の響きが、次第にこちらへ近寄ってくる。日うがめ。と、信長は眉を吊り上げて叫んだ。三姫、無念だ。その時、倒れたふすまの向こうに、うさぶろうがつくばっていた。 彼は今こそ見た。壁白も、ミスも、襖も、下流の下のような火が舐めている。豪華とは、こういうものを指すのだろう。地獄、変装図、そのままの炎だ。そして、その火の中に座って、肌をくつろげる信長の顔に、あれほどの執着を持って、 彼の待ち望んでいた行走がありありと現れたのだ。熱病にでも襲われたように、ふるふると全身を震わしながら、宇佐ぶろは痛いほど目を見張って、じっと信長の顔を求めた。う大臣殿、健山つかまつる。突然、そうなのりをかけながら、 一人の鎧武者が煙を線になびかせつつ踏み込んできた。信長は勇気のような目で振り返った。その時迅速に馳せ寄った鎧武者は、天野源左衛門騒動、と言い様さ,さっと一槍つけた。ごめん。水産なりゲロ。高桃を突き貫かれて、 信長は激しく後ろへ腰を落とした。それと同時に、西側の壁がどうと火の粉を散らしながら崩壊し、天井の一部が燃え落ちてきた。ああうさぶろうは危うく飛びのいて、見た見た見たと、狂気のように叫んだが、そのまま煙の中を泉殿の方へと、 シャニムに走った。どこをどうして抜け出たかわからなかった。火に追われ、煙に巻かれ、転げている死体につまずきながら、まだそこここに切り合っている人々の間をすり抜け、庭から木戸へ、そして堀川口から外へ出た。本能寺の炎上する日明かりで、道も街並みも 昼のように明るかった。彼は、はせちがう兵馬を避けながら、鬼殿の方へ曲がった。すると後ろから、うさぶろう様と呼んで追ってくるものがあった。振り返ると、おるいだった。ちばしった目をして、髪を振り乱して、すそもあらわに追いついてきた。おるいさん 一体どうしたんだああ、ご無事で、うさぶろうさん。おるいは彼に飛びついた。よかった。よかった。私もう、ダメかと思って。とにかく行きましょう。ここは、まだ危ない。彼はそう言いながら、娘の体を抱えるように走り出した。まっすぐに、市場の縄手道を瓦へ抜けた。 そこには、さすがに兵馬の姿は見えず、川の上には、乳色の浅霧が流れていた。彼らはどちらも苦しげに肩で息をしていた。ある限りの力で走り、危険から逃れたと感じると、激しい呼吸が胸を引き裂くかと思え、どちらからともなく抱き合うようにして、渦に湿った、 夏草の上へ倒れた。私、すぐ後から追って参りました。おるいは息苦しさと突き上げてくる情熱に我を忘れ、そう言いながら必死と男を引き締めた。あなたはきっと推しになさる。それならご一緒に死のう。そう思って追って参りました。 死ぬどころですか。うさぶろうも娘の手を強く引き寄せた。私は見たんだ、おるいさん。私は謝ってはいなかった。いつか浜田で見た通りのものを私は見たんだ。今度こそ間違いはない。私は世にまたとない表を打ってみせます。 苦しんだ甲斐がありましたのね。うさぶろさん、嬉しい。おるいは男の胸の上に顔を伏せ、身もだえをしながらむせびあげた。夜はすでにしらしらと明けていた。そしてくっきりと暗く、濃い紺色に空を隠する東山の峰々の上に、 一夜の悲劇を弔うかのごとく、赤根色の横雲がたなびいていた。うさぶろうは毛だるい体を、古びた人根の上に横たえていた。揚げてある瞳戸を通して、湖の方から吹いてくる爽やかな風に、この家を囲んでいる竹藪が、さやさやと外れの音を立てている。 その落ち着いた静かな音は、そのまま、うさぶろうの心を語るかのようだった。やったなあ彼は吐息とともにつぶやいた。今日からすぐに小坂へ帰ったうさぶろうは、まだ衰えのひどい体に夢中つような気持ちで、丸十七日というもの、 仕事場にこもり、寝ることも食うことも忘れて、羅折の表を打ち上げた。着彩も思ったよりはうまくいった。そして、それを清津へ届けると、生も根も突き果て、巨脱したような気持ちで、もう三日余りもこうして寝ているのだった。 心は今水のように澄んでいた。彼は確信を持って羅刹の新しい行走を掴み、命を込めて仕事をした。力いっぱいに掘り、菜食には工夫の限度まで活かした。これこそ百世に残る策だ。 そういう固い自信と大きな誇りが胸いっぱいに膨れ上がっていた。もはや、大見遺跡の名跡を継ぐ、継がぬなどは問題ではない。彼にはもっと輝かしく高い将来が見えていたのである。表から静かにおルイが入ってきた。うさぶろさん。 トトさんが見えました。そうですか。お一人でいらっしゃいましたか。宗近様も、とすけ様もご一緒でございます。それでは、起きましょう。宇佐ぶろは起き直って、えもんをただした。今日は、藤原家の荘園で、三人のうった仮面の監査があった。 選ばれた作には、大見遺跡の後目を譲り、おるいを目合わせるという大事な決定のある日なのだ。しかし、うさぶろうは観査の席へ出る気持ちはなかった。三味の自重などに何がわかる。ただ、親方様だけに見てもらえばいい。そう思って、うちに残っていたのだ。 どうなったでしょうおるいは不安そうに彼を見上げながら、低い声で囁くようにそう言った。大丈夫でしょうかそれが心配になりますか心配はいたしませんけれど、もしかして。ああ、お待ちなさい。すぐにわかりますよ。そこへかずさのすけちかのぶが、 二人の門弟と一緒に入ってきた。宗近ととすけは、宇佐ぶろには兄弟子にあたり、共に近信の家で新さを舐めてきた間柄である。宇佐ぶろおめでとう。入ってくるなり、まだ座りもしないうちに宗近がそう言った。お前の策が選ばれたぞ。 三作の随一は言うまでもない。古今に類のない名作だと折り紙がついたよ。そして少しどもる癖のあるとすけも口せわしく付け加えた。猿学史座の者も立ち会ったが、一義なしにお前の作と決まったのだ。何しろ見てびっくりした。塗りといい、僧帽といい。 まったく、すさまじいほどの出来栄えだ。自重様は、あまりに壮絶で、肌が泡立つと仰せられた。すぐ、ご宝物帳にお印くださるそうだぞ。自重家の宝物帳に載っているもので、近世では、三考房の一作があるだけだろう。これは、お前一人ではない。 大見派のために大層な名誉だよ。止めどもなく二人の口をついて出る称賛の言葉を、おるいは耐えきれぬ涙と共に、夢心地に聞いていた。それにもかかわらず、うさぶろうは唇のあたりにわずかな笑みを含んだまま、黙って冷ややかに聞いているだけだ さて、うさぶろう。やがてちかのぶが、静かに口を開いた。今は聞く通り、三策のうち、お前の仮面が第一と決まった。はじめの約束通り、おるいは、お前の妻にやる。お前と娘に依存さえなければだ。 まさか今ここでそれを言われようとは思わなかったので、おるいは体中の血が一時に顔へ昇るような恥ずかしさに襲われ、はっと表を伏せながら脇へ向いた。それからと近信は続けた。一作に選ばれた者には遺跡家の後を継がせるとも言ったが、 少し考えることがあるので、これはしばらく預かっておく。意外な言葉を聞いて、うさぶろうはあっと思った。それはどういうわけでございますか今は何も言えない。近かは極めて冷淡にそう言いながら座を立った。七夕絵には、 わしとお前と二人、自重家の猿楽に招かれている。まだ体が本復していないようだが、ぜひ廃館に上がるがいい。必ず待っているから。そう念を押すと、帰るぞ、と言って土前へ降りた。うさぶろうも意外だったが、宗近もとすけも、 おるいにとっても思いがけない結果だった。みんなどうしたことかと呆れて、しばらくは傍然と息を呑むばかりだった。うさぶろうの拳はわなわなと震えていた。それからちょうど四日目、七月七日の午後のことだった。 大江の国、山田、井グザ藩にある三味寺中藤原の忠君の荘園は、七夕への催しで賑わっていた。舞殿には、すでに猿楽の支度ができて、保証一座の鳴り物も揃い、芝居のむしろには、配官の人々が、時の来るのを待ちかねていた。部局は、 悪霊を追いという忠君の自作だった。田畑を荒らす悪鬼、夜叉の類を、切腹諸魔禅人が現れて、独度せしめると、無弱羅刹が前世を権限して、帰って大いに主上を自転する。そういう趣向で、羅刹は忠君が自ら舞うのであった。 ようやくその時が来た。うさぶろうは死の近信銅座で、舞台の間近にかしこまっていたが、鳴り物が始まると、静かに前へ身を乗り出した。うさぶろう、と近信が囁くように言った。気を静めてみるのだ。初めて晴れの舞台に昇るお前の仮面。 落ち着いてよく見るのだぞ。「はい」「卯三郎はそう答え瞳を凝らして舞台を見た舞は厳かに始まったまず保証心その他の扮する悪鬼夜者の類いが現れ疫礼を下し田畑を荒らす武けしい演技があった」 これがしばらく続くと、やがて、調子の高い鳴り物が起こり、まもなく、ただ君の噴した羅刹が、真剣を捧げて、さっさっと、橋がかりから舞台へ進み出てきた。その時である、脇目も振らず、じっと、羅刹の表を見つめていた宇さぶろが、ああ、と、不気味なうめき声をあげた。 近信は鋭く彼を帰り見た。うさぶろうの顔からみるみる血の毛がうせ、額にはふつふつと油汗が噴き出してきた。そしてまるで怒りにでもかかったように、彼の五体は見えるほど真理通し始め、固く食いしばった歯の間から、 抑えきれぬ信任を漏らしたかと思うと、両手で顔を覆いながら、そこへ打ち伏してしまった。鹿信部は言葉をかけようともせず、ただ冷ややかにそれを見ていた。それからやがて、猿学が終わった時、初めて、宇佐ぶろの肩へ手をかけながら、うさぶ 終わったぞ、と言った。彼は、殴られでもしたように跳ね起きた。親方様、お願いです。お願いです。行ってみるがいい。なんだどうぞ、すぐ、侍重様に会わせてくださいまし。すぐに、どうしても、お会いしなければならないのです。いいだろう。 と、近信はうなずいた。羅雪の表の打ち主、お願い申さなくとも、侍従様からお召しがあるはずだ。案内してやるから来るがいい。そう言って立ち上がった。家塚さを通じて伺うと、すぐに許しが出た。二人はそのまま弁伝へ導かれていた。 自獣、忠君は、ちょうど衣装を脱いだところで、入ってくる近かの部指定を見ると、ああ、地高、地高、と、機嫌よく短い招いた。それから近かの部が、宇佐ぶろを披露すると、喜ばしげに何度もうなずき、表の柵の稀な出来栄えと、 その苦心に対して言葉を極めて褒めた。生き表とやら申すそうだが、誠に聖ある者の,のようで慎重に思う。マロの家の宝物帳にのぼせて長く伝えるつもりだ。いずれ沙汰はするが、何か望みのものがあれば申してみ。 過分のお言葉をいただきまして、恐れ入りまする。大勢に甘え、お願いがございます。私の打ちました、羅折の仮面、今一度改めさせていただけまするよう。ほう、これを改めるというのか。ただ君は何気なく、表を取って差し出した。うさぶろうは少し下がって、 しばらくの間、じっと、その表を見つめていたが、何を思ったのだろう。突然、それを膝の下へ入れて、ぐいと押した。何をするたたきみがそう叫んだとき、羅刹の仮面は膝の下で、音高く二つに割れた。自重は膝を旗と打ち、 近信、これは何としたことだ、と叫んだ。ああ、しばらく。近信は平服しながら言った。武佐法は近信、いかようにもお詫びつかまつります。しかし、これには、うさぶろうより、申し上げるべきことがあると存じます。何とぞ、お聞きくださいますよう。 もちろん、聞こう。聞こうぞ、うさぶろう。恐れ入り立てまつります。うさぶろうはそこへ平伏したまま、こう言った。私ごとき、未熟の腕で打ちました仮面。お眼鏡にかなって、三作の一に押されましたことは、一代の面目、これにこすものはございません。 私も今日までは愚かにも百世に残る作と自負しておりました。しかし、先ほど舞台に上がるのを見ましたとき、私は初めて増上万の目が覚めました。これは名作どころか悪作の中の悪作、面作り師として 死しななければならぬ邪悪の策でございます。どうしてだなぜどこが邪悪なのだ申し上げまする。うさブローはうめくような調子で言った。この度の策はわけあって、右大臣信長公の恩顔を表方に取りました。 打つ折には、我を忘れ、聖者の差別もつきませんでしたが、今、改めて見ますと、この仮面に現れているのは、信長公の真意の行僧でございました。自重は皮脂と眉を潜めた。残忍告白な、憤怒の僧でございました。と、 宇佐ブロは苦しげに言葉を継いだ。いかなる悪気魔人を打ちましょうとも、仮面は仮面として、象徴の芸術でなければなりません。それが、この羅刹の表は、一人の人間、信長公の真意憤怒の僧、そのままでございます。仮面としては、誠に、 邪悪あ、下道の策でございました。うさぶろう、あっぱれだ。ただ君の前を忘れたように、近信は、思わずそう声を上げた。よくそこに気がついた。よくそれを悟ってくれた。わしは、その言葉が聞きたかった。それを聞くために、今日まで待っていたのだ。 あっぱれだ、うさぶろ親方様。彼は両手で顔を押さえた。今こそ言おう。この仮面が第一に得まれた時には、お前に遺跡家の後目は許さなかった。けれども、今こそ許す。今こそ、お前は大見遺跡を継ぐのだ。 宇佐ぶは泣きながらそこへ両手をついた。信ぶの目にも涙が光っている。そして、自重忠君の老いの目にも。これ以上何か語ることがあるだろうか。宇佐ぶはおるいをめとり、高知大乗の名を許された。後の最色は、 ことに優れていたため、高知彩色と称されたという。